はいどうもこんにちは、岩下スティーブンです。なんか必要以上に今元気だったな。まあ、服も乾いて平成をまたえばそれは元気になりますわ。そんなわけで前回のケイタッチ21に続いて今回はこちら、デラックスセイバーライドウォッチ&ディケイトコンプリートフォーム21ライドウォッチ、この2つがセットになったやつの紹介です。その前に前回のこの21の動画のコメント欄の方で教えてもらったんで補足情報があるんですけど、こっちのアタッチメントの方にバックルをつけた場合の必殺技のやり方、あれ本編のこのディエンドのカード使ってるシーン確認してみたんだけど、その時カードを装填しただけでディ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 エンドってあの技が発動していたんで、もうこれね、カードを装填した時点でファイナルアタックライドっていう対響しか流れなかったんで、あ、これ対応してねえのかなって思ったら、実際のやり方は装填してファイナルアタックライドって言って、これで長押し、これですね。バックル長押しで必殺技がちゃんとできるんですね。ただこれ押しっぱなしにしてないといけないみたいで、離すと技がキャンセルされるんですよ。ずっとこれ腰を押さえとかなきゃいけないのはなかなか隙がでっかいから、まあ首が出ちまう出ちまう。そんなわけで補足は以上。かっこいいポーズ。いやー、ライドウォッチもなんかだいぶ久しいね。作品の方は割と最近目に配信された仮面ライダージオーのスピンオフ、ライダータイム仮面ライダージオー VS ディケイド7人のジオー、この作品出てきたウォッチとライダー、こっちは本編出てたけど、これはどうだったかな、出ていなかったような、いたような、結構曖昧な記憶です。箱の正面にはインパクトの強いお二人の姿で、上の方にはアーマータイムで、箱の横の方にはジオーとディケイド、逆側にはウォッチの正面で、箱の裏には2人が並んでいますと。なんか2人とも片手を伸ばしてるね。というわけで箱は以上なんで、こちら中身を見ていきましょう。ずー、今回は特に説明書は入っていない感じかな。段ボールに包まれた2個のウォッチ、あった、紙の説明書生きとったんか悪い。で、中には2つのウォッチ、まずはそうだな、ちょっと令和のニューフェイスの方から見ていきましょうか。レッカバトー、あーなんか久々にライドウォッチ持ったけど、こんなに大きかったっけ。ちょっと紹介しやすいように久々にこれを召喚、久々に出た気がするライドウォッチ台座。ちなみにてっぺんにあるのは、よし、同じく令和の先輩ライダーゼロワン。そんなわけでまずはライダーの顔にする前、本体のカラーはガンベタっぽいブラックにちょっと濃いめのレッド、配色がちょっとこのドライブのやつに似てるっちゃ似てるけど微妙に色合いが違う。で、真ん中の上の方にはセイバーのライダーズクレスト、下の方には放送開始年の2020で、ウォッチをぐるっと回転させると、はい、ライダーの顔、ちゃんとセイバーの顔になりましたね。ほんじゃ外観以上なんで、こちら音声聞いていきましょう。ゼッファンダー、長いんだ、そうだ、忘れてた。ライドウォッチの絶縁シートすげえ長いの忘れてた。絶版もすごい久々に行った気がすんな。単体での音声2つあって、まず1個目が、気合の入った小山力也さんボイスでセイバー。ほんじゃお次はちょっと暗めにしつつ年数表記も移して、音声の2つ目。セイバーだ。いいね。文豪にして剣豪。結構秀逸なキャッチコピー的なやつもちゃんと盛り込んであります。ほんじゃお次はこちらのディケイドコンプリートフォーム21ライドウォッチ。下の土台部分使うのすっかり忘れていたわ。ザ・平成を見ていきましょう。まず本体のカラー、カバー部分が、あ、そっか。最終フォーム系のウォッチはこういうなんかクリアパーツでラメが入ってるんですよね。コンプリートフォームからさらに最終を重ねた感じだから、今回の21の方も最終フォームのウォッチの仕様になっています。正面がラメ入りのクリアマゼンタで、下のところがグレー。で、ライダーの顔にする前の真ん中のところにはディケイドのマーク。で、下のところには一応2021扱いなんだ。21の初登場の年になっています。ちょうど21年だからすごい合ってるね。で、ウォッチを回転させると、はい、と今回あれだね、顔のサイズが小さいとか複眼の位置が全然合ってない。頭のところにコンプリートフォームのカードと1段積み重なって02のカードがあるんですけど、多分02も入れないとコンプリートフォームと大体同じ感じになっちゃうからこうしたのかな。まあ言ってしまえばこれもまた平成、何でも平成で片付けんの良くないけどね。ほんじゃこちら音声聞いていきましょう。ぜっパンダ、キレが悪いな。こちらも単体の音声2つなんで、まず1個目が、コンプリートフォーム21で、ちゃんと複眼からずれたところも発光。じゃあ次、クレストと年数表記の状態にして、さらにちょっと暗めにして2個目、
というわけで単体での音声以上なんで、こちらベルトに装填して遊んでいきましょう。2年近く前に作ったベルト帯だけど、一応まだ負けるわ。ほんじゃまずはこちらセイバーから。まずはこれ単体でいきます。どう回したかも結構覚えてねえな。いいね、ちゃんと大塚明夫さんボイスで「レッカバトー」からの「セイバー」みたいな音声の方もちゃんと変身音っぽくなっていたね。でさすがに真ん中に「セイバー」とか表示されるわけはないか、文字が崩れた感じのパターンになってました。おんじゃ必殺技、フィニッシュタイム、セイバー、セイバー、ジオウの方がさすがにボタン電池の残量か元気がないな。でちなみに本来のとか劇中の使い方はこれでしたね。ディケイドアーマーのセイバーフォームという使い方なので、一応こっちの方もやっておこう。で確かやり方は先にこっちに装填しておくんだっけ。カカカ仮面ライダーね。これ確かあれだ、対応していない時の音声だ。逆にこれでセセセセイバーなんて言ったらびっくりするけどね。とりあえずやるだけやろう。特に反応せず。ほんじゃ最後にこちら。コンプリートフォーム21。いきます。最後21をなんかちょっと若干ねじ込んだ感じはしたけど、 DK 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 と21みたいな、割となんかこっちの音声を踏襲した感じになってますね。そして真ん中のところには最終を表すフィンの文字が入っていました。まあまた数年したら更新してきそうな気がするけど。ほんじゃお次は必殺技、フィニッシュタイム、 DK のいきます。ファイナルアタックタイムブレイク。最後の最後でそういやこうやって回していたなっていうのを思い出したわ。まあまた何かしら回す機会があるといいね。はあ、まあまあきつい。はい、というわけで今回はデラックスセイバーライドウォッチ&ディケイドコンプリートフォーム21ライドウォッチの紹介でしたが、いかがだったでしょうか。もともと基本的な音声がこのウォッチ発信っていうのもあるから作りやすいのかもしれないけど、まさかの令和2作目の方もライドウォッチが出てきましたね。このフォーマットなら後にどんだけ増えても全然出せるよね。久々のウォッチの紹介でしたけど、やっぱりこっちのディケイドの型破り感ね、他の人と違って複眼をちゃんとここに合わせていないっていうのもなんかディケイドっぽいなって思いました。もしかしたら今後もちょいちょいライドウォッチの方増えていくかもしれないんで、まあまたいろいろ出てきたら楽しいかもしれませんね。というわけでここまでご視聴ありがとうございました。それではまた。長いね。